ちは、料理道サムチャンネル、サムです。今日はですね、ちょっと料理をしていこうと思います。はい、今日はですね、もう最終の時期ですね。こちらゴーヤ、もう9月下旬ぐらいまでかな。うん、このゴーヤをですね、今日は使ってですね、ゴーヤの佃煮を作っていこうと思います。はい、でですね、まあゴーヤといえば沖縄、沖縄に詳しい方がですね、今日はどうしても料理を作りたいということなので、ゴーヤの佃煮を、作っていただこうと思います。はい、それではちょっとご紹介したいと思います。はい、おじりテスコです。今日はゴーヤを使って料理をしたいと思います。はい、早速始めます。ゴーヤです。ゴーヤです。はい、あと土生姜です。で、あとは醤油、お酒、みりん、砂糖を使ってします。そしたらゴーヤの下処理をしていきます。で、半分に割って、はい、で、苦いところを切ります。はい、これです。はい、そしたらゴーヤのワタが全部取れましたので切っていきます。じゃあ沖縄での思い出をちょっと語ってください。それはちょっと何回ぐらい沖縄には？わかんないです。沖縄のどこ？沖縄のどこ？沖縄のどこ？うん、どこに行った？行ったところですか？行ったところ。那覇。那覇だけ？久高島ってところと。久高島？はい。うん、石垣島から小浜島と黒島に行きました。一人で？え、一人でです。一人でですよ。寂しい小旅行。いや、寂しい小旅行じゃないですよ。気楽なのんびり旅行ですよ。じゃあ沖縄での料理で思い出深い料理は？思い出深い料理、あれですよ。何ですか？ヤギですよ。ヤギは一般的には臭いって言うけど、全然臭くなかったですよ。ヤギ刺しで食べましたけど。ヤギ刺しで。めちゃくちゃ美味しかったです。あ、あれと、マース煮ってやつです。何を使ったの？塩です。塩？はい、沖縄の、うん、塩と泡盛で魚を、うん、煮るんかな、蒸すんかな、あ、美味しそうだな、綺麗な色やな。はい、ゴーヤ、ゴーヤはね、苦味が美味しいよな。美味しいですね。そしたら、ゴーヤの方が切れました。はい、そしたら塩をしてえぐみを、はい、うん、取ります。この量に対して3つまみぐらいか。はい、はい、3つまみです。これもっと、はい、そしたらこれで10分放置します。佃煮用の生姜を切ります。はい、千切りにします。結構厚めな感じやな。はい、厚めに千切りにします。厚めな千切りに。
菜、鰹節、これは辛いにします、はい、からいりは手でね、温度を測りながら、うん、そのように。どうですか？熱いっす。熱い。熱いわ、それ、からいり。熱っ。もっともっと。はい。どう？カラッとした？カラッとしてます。もう火を止めようか。はい、煙が出たのに火を止めて、はい、これで容器に落とします、うん、細かく砕きます。はい、はい、できました。10分経ったのでゴーヤの余分な水分を取っていきます。綺麗な色。綺麗ですね。うん、すごい綺麗。あれやな、やっぱ塩で入れるからなお、さっきより綺麗な、うん、ピカ。はい。したらしっかりと余分な水分を取ります。オッケー。更にですけど、生姜。先ほど言った鰹節です。調味料を合わせていきます。佃煮の、はい、佃煮の、はい、100、醤油は100です。お酒も100です。はい、みりんも100です。砂糖です。お砂糖も計量カップの100のところ、はい、はい、100のところです、はい、じゃあオール100やね。そうです、はい、全部100です。はい、砂糖を溶かすために軽く混ぜます。ゴーヤを入れます。生姜を入れます。そう、結構多めね、うん、はい、唐辛子入れます。蓋をします。インオイルで、はい、はい、インオイルで真ん中に穴を開けた、はい、蓋をして、ここから今日中ぐらい B ぐらいで10分煮詰めます。はい、そしたら途中で様子を見ます。あ、美味しそうですね。はい、うん、まあ焦げんようにね、そうやって、はい、焦げないように。10分経ちました。で、うわ、美味しそう、美味しそう、完成、完成です。美味しそうですね、うん、つくだ煮ができました。はい、そしたら器に盛ります。わー、美味しそうな色ですね。はい、佃煮の完成です。